ティサカルマーンは19世紀ハンガリーの貴族、政治家。オーストリア・ハンガリー二重帝国のもとでのハンガリー王国首相を務め、15年間にわたる保守系長期政権を実現した。ドイツ名はカロマンティサ1830年、ハンガリー東部、米系主権、ジャリットでプロテスタント系の王子主貴族ティサ家に生まれる。1848年のハンガリー革命では、 若くして、バッチャーニ内閣の宗教を、公教育省に就任したが、独立戦争の敗北により、国外に亡命した。その後帰国して1861年には、国会議員になった。プロテスタントの家に育ったティサは、ハプスブルク王家に対する反感が強く、現実路線を取り合うスグライヒを推進する自由主義者、デアーク・フェレンツとは対立していたが、 その後、アウスグライヒ持に転向し、1875年、デアークらのデアーク党と合同して自由党を結成。同党はその後、長くハンガリー王国議会で多数派の地位を守った。同年10月20日にハンガリー王国首相に任命され、デアーク没後のハンガリー政治を領導した。彼は王子主貴族を支持基盤とし、二重帝国期では、 最長となる保守派政権を15年にわたって維持したが、その基本政策はアウスグライヒ体制を維持することによって、ハンガリーの利益を最大限引き出すことであった。例えば、オーストリアとの共通関税制度においては、農業国ハンガリーがオーストリアとの共通関税制度を通じて、交換税によって、帝国内に自国の農産物の市場を確保するとともに、 外国産農作物の流入から自国農業を守ろうとした。また同時に軍隊内におけるハンガリー語とドイツ語の対等性を実現しようとしたが大きな成果を上げることはできなかった。その一方で国内では非ハンガリー語地域に対してハンガリー語教育義務化を通じて同化政策を進めスロバキア語による啓蒙文化運動を弾圧した。さらに 社会主義者や労働者の運動に対しても弾圧が加えられた。1890年に首相を辞任した後、1902年、ブダペストで死去。このイシュトバーンもハンガリーの首相二度にわたり務め、父が引退した後のハンガリー政治を指導した。ありがとうございます。